I'm your father と肩で大きく呼吸をするダース・ベイダーを作ります。まず折り紙の白い面を上にして半分に折ります。折り筋をつけ広げます。手前をこの折り筋に合わせて折ります。さらにもう一度折り筋まで細く折ります。折り筋をつけ広げます。向きを変えます。同様に折り筋まで折り、さらにもう一度折り、折り筋をつけ広げます。帯が 1,2,3,4 本できている形です。向きを変えます。全体を半分に折り、折り筋をつけ広げます。手前をこの真ん中の折り筋に合わせて折り、折り筋をつけ広げます。この折り筋にこの部分を合わせてこのように折ります。角を折り筋のところまで折り、折り筋をつけ広げます。この部分、このように中に折り、ここを三角に潰します。こちらもこのように三角に折り、折り筋をつけ広げ、この部分内側に折り、上を三角に潰します。この辺りからこの角まで、このように広げます。こちらもこの辺りからこの角まで広げます。これがマントになります。一旦このように上に折っておきます。この端にこの部分を合わせてこのように折ります。先ほどのように角を折り、折り筋をつけ広げ、この部分中央に折り、ここは三角に潰します。こちらも三角に折り、折り筋をつけ広げ、この部分中に折り、三角に潰します。向きを変えます。ここに顔を作ります。顔はこの角、角を三角に折ります。反対側も三角に折りますが、この間は空いていていいです。くっつける必要はありません。さらにこの三角をこのように上に折ります。
そうするとダース・ベイダーの三角の口ができています。このままだと三角が倒れてしまうので角を折ります。角を折ることで固定します。こちらもこのように角を折ることで固定します。この中の部分、指を入れしっかりと一旦膨らませます。こうすることでここを引っ張ると体が動くようになります。これでダース・ベイダーの完成です。親指でこの外側の部分を持って横に引けば、と大きく肩を揺らし呼吸をします。ぜひ作ってみてください。